さてさ、ショーコレでございます。現在朝の6時半でございます。撮影日、お盆期間中でして、なんかまあ平日なのにね、道混みますし、早めにちょっと移動しようということで、朝の6時半に家を出たわけなんですけれども、天気予報を見る限りだと、一応朝はこうやってね、すごい晴れてるんですけど、東京内陸側では、ゲリラ雷雨の心配があるよというようなニュース、天気予報がありました。ちょっともう朝からね、洗濯機を回して家を出ましたので、夕方ないし夜ぐらいまでちょっと帰りませんので、ちょっとその雨は心配ですね。ちょっと今日は、多分ね、結果的に僕の気持ちの問題なんだと思うんですよね。なんですけど、人の名前が覚えれませんし、活字がちょっと頭の中に記憶として残らないっていう話をちょっとしたいんですけど、もうずっと古くはなんかね、著名人の方のその本とかさ、参考書とか、なんかこう昔20代のまだ若い頃とかね、制作会社でこうウェディング系のね、ところで勤めていた時にも、ファイナルカット7というですね、今僕使ってるのファイナルカット10なんですけど、7というものがありまして、それのこうマニュアル本じゃないけどね、こうやったらいいよみたいな、エクセルワードとかでもそういう本あるでしょう。それの7ってやつだね、買ってもらって家でずっと読んで試して、その頃からですね、一通り1ページ1ページ欠かさず見るし、楽しいんですよ。まあ、仕事とはいえ、こうなんだろう、参考書とかって今までこう勉強でしか開いてなかったし、なんか勉強してることっていつ役に立つんだろうって思いながら勉強してたのとはわけ違って、絶対に役に立ちますから、その辺をしっかりとね、勉強していたつもりなんですけど、その時はすごいなって思って知識は得るんですけど、やっぱりやり慣れないとね、抜けていくと言いますか、結局よく使うものは覚えるんですよ。でもそれって記憶で覚えたことをこうしてみよう、ああしてみようじゃなくて、体で覚えた、その例えば簡単な話で言う、そのショートカットキーとかね、そういうところは覚えるんですけど、結果ね、抜けていますし、なんか自己啓発本みたいな、そういった書籍のものを読んでも、その時はちゃんと読むし熱中するし、なんですけど2日3日経ったらその感想を言えって言われてもね、言えませんし、あとは最近だと、まあ最近でもないかな、ちょっと前ですけど、進撃の巨人の26巻が出ましてね、読んでて、だけどこう進撃の巨人の最初の頃からなんですけど、顔と名前が一致しないということで、なんかそれも昔に動画にした記憶があるんですけど、名前が覚えれなくて、でそれをなんで今日このタイミングでまたそのような話をしているかというと、お盆にっていうか、まあ8月の十何日に TSUTAYA のレンタル更新があったんですよ。でなんかその DM が来てて、で何か見ようかなって思って、ホラー映画のソーを見直したというか、まあ僕ほとんど見てなかったんで、1から6まであって、でファイナルがあって、なんか新しいのが出てる、確かそんな感じだったと思うんですけど、1から6まで借りたんですよ。でも見終わって、さっきこの動画の撮影の前に、あの営業時間外のポストにね、今入れてこの動画を撮ってるんですけど、6まで見まして、まあまあやっぱり一番最初が一番面白かったななんていう感想はさておきながら、まあ、今でもちょっとうる覚えなんですけど、3とか4の時にどっちだっけな、いっぺんに見たから覚えてないな、どっちかがなんかこう時系列がよく分かんなくなるんですよ。でもあのよくあるじゃないですか、ネタバレ記事みたいなやつが。それでちょっと自分の見たその時系列の考え方は合ってるのかなっていうのを読んだんですけど、その時に出てくるなんか弁護士誰々、刑事誰々とか、なんかそういう文字になってるやつをね、人の名前を見てもどの人だ、わかんないぞってなるんですよ。なのでその作品を見てる時はなんとなくこう見てるんでしょうね、しっかりと見れてないんですよきっと。でまあエンドロール流れて、あれこれどういうことだって思って調べて、それでもやっぱ名前が一致しなくて、ホフマンって誰みたいな、なんかそういう状態になるわけですよ。
ちょっとそれをまた再認識しましてね、自分は人の名前を覚えれないというよりかは全てにおいてこう右から左なんだなっていうことをね、改めて確認しまして、なんかこう昔もありましたよ、悠々白書っていうね、あのハンターハンターを描く富樫さんの漫画があるんですけど、子供の頃ゲームボーイとかにもなりましてね、あのすごいかっこいいハマった漫画なんですけど、ヒエというですね、あのまあすごいかっこいいキャラクターがいるんですけど、なんかこう黒い竜を使った、攻撃をするんですけど、例えばカメハメハって覚えやすいでしょ。だけどね、なんだっけな、なんとか黒竜派、蛇王、違う、なんとか黒竜派って今でももう覚えてないけど、なんかそういう名前のものがあるんですけど、なんか子供ながらにそういう名前しっかり覚えてる子とかいるじゃないですか。それとかなんかこう自分の記憶に残った漫画のセリフ長文でも結構言えちゃう人とか、だからね、ちょっとその名前とかフレーズとかなんかそういったものを一切覚えれないんですよ。なんか言い間違いというか、なんか自分に取り込んだ時にも認識違いが起きるのは昔からよくあって、ポケモンが流行った時に HP、攻撃、素早さとかあるでしょ、あれステータスじゃないですか。でも僕スターテスって言ってたんですよ、ずっと。なんかね、そういうところですよ、しっかりと読めてないの、字を、活字を。でしかもそれを認識する能力もちょっとないので、結局忘れちゃって、あのあれ、ほらあれあれ、そらあれあれってなっちゃうんですよね。ダメですね。さあコンビニに着きましたけれども、あとは何ですかね、最近、まあ、去年の年末とかも急にこうエクセルとか、まあ、いわゆるその事務系の仕事をねやる人がちょっといなくなっちゃって、でじゃあ急遽自分がやろうと思ってね、エクセルワードとかパワポとか自分の知ってた知識以外のことを取り組んでね、いろいろと応用力つけようと思って、昔の動画でね、なんかこう事務所でさ、パワポ2017この一冊で完全マニュアルみたいな、なんかそういうやつを買ったよっていう動画もありましたけど、その時は覚えてるんですよ。でも今もうあれ後輩にあげちゃったし、多分今何もできないですよね。そういうものですよね。さあというわけで、ちょっとコンビニに着きましたので、事務所に行く前にちょっと腹ごしらえのものでも買ってね、行きましょうかね。財布がない。あ、それでは今日は、僕の人として至らない点をお話しさせていただきました。この動画がいつ公開されるか分かりませんけれども、僕はまだお盆2日目とかかな、世間的にはね。はい、なので皆さんもまだまだ楽しんでください。それではショーコレでした。また明日、ごきげんよう、バイバイ。